おはようございます。2022年4月28日木曜日の朝です。今日の体重は 63.85 でした。体脂肪率は 37.4% です。おはよう、阿比良町。今日は晴れ、天気いいです。で、今14度なんですけど、めちゃめちゃ風が強いですね。なんか引っ越した当時もですね、5月20日に引っ越してきたんですけど、なんか風が強かったっていう印象がすごい強いんですよね。意外と阿比良町春は風が強いのかな、でもそれは全国共通かなとか思いながらですね、去年引っ越してきた当時を思い出してました。なんか阿比良町も割とですね、ポツポツと桜が黄色くつぼみを持ってきて咲き始めている感じがありますので、近々ですね、ゴールデンウィークも近いですから、探索していきたいなって思ってます。今日の朝ごはんです。今日はシーチキン丼にしました。玄米ご飯にシーチキンと卵黄を乗せて、のびるとごまをかけてます。あとは手作りのぬか漬け、ナス、人参、カブ、キュリ、昨日作ったきんぴらごぼう、卵黄の残った白身、レンジでチンしました。塩コショウかけてます。あとはとろろ昆布にごまがけのお吸い物食べます。あずき黒糖紅茶とおからクッキー食べます。お水も飲んでます。今日もですね、天気はすごいいいですけど、風がやっぱり強いですね。今ですね、仕事終わりまして、いや、ご飯支度しようかなと思ったんですけども、ちょっと旦那さんのリクエストもあってですね、近くの隣町の由仁町っていうところにあるカフェでご飯食べることにしました。なのでちょっと行ってきます。今日はうちから車で10分の隣町由仁町にあるファームヤードっていうカフェに来ました。ここはですね、私 4,5 回目なんですけども、地元野菜を使った美味しいご飯が食べられるのでお気に入りです。今ちょうど時期のアスパラ、茹でアスパラ食べます。食べます。美味しい、みずみずしくて。今日のお昼ご飯は農園アラカルトにしました。パパドにサラダが乗ってるやつ、あとはジャガイモのコロッケ、長芋のグラタン、インカの目覚めのグリル、美味しそう、食べます。旦那さんはスープカレーにしました。ファームヤードといえば割とスープカレーって感じなんですけど、私はこっちを食べてます。めちゃめちゃ美味しかったです。大満足です。ここからも頑張れます。入ります。今日ですね、ファームヤードにお野菜が売っていたのでちょっと買ってきてみました。これ珍しいですよね。紫のアスパラです。これですね、全部で8本、これ4本が2束買ってきたんですけど、これでなんと500円です。安いですよね。あとはこの人参、これも全部で130円でした。お昼に食べようと思っていたデゴイチステーションのムービントンハンバーグを食べます。これですね、チーズで有名っていうか、アビラで有名なんですけどね、アビラの美味しいチーズ作ってくれてるムーミン社っていうところがあるんですけど、そこで作ってるハンバーグで、豚肉がムーミントンっていうのだから育ててんですかね、のハンバーグ、豚肉のハンバーグです。今日の夜ご飯です。今日は道の駅アビラデゴイチステーションで買ったハンバーグに、ファームヤードで買ってきた紫のアスパラ、なんか紫だけど火としたらグリーンになりましたね。あとは水菜とレタスとトマトのサラダと玄米ご飯で食べます。はい、ということで今日も一日が終わりました。今日ですね、割とずっとお家の中でですね、
いろいろ仕事作業いろいろやってましてですね、それでお昼ちょっと気分転換も兼ねてって感じにはなりましたけど、本当もううちから車で10分かかんないくらいのとこなんですよね。で、北海道の私、安平町っていうところに住んでるんですけど、その隣町、由仁町っていう町がありまして、そこ結構カフェいろいろあるんですけど、そこにですね、ファームヤードっていうお店があってですね、もう何回か、4、5回行ってるんですけども、そこ行ってランチ食べてきました。で、お家で本当はお昼食べようと思ってたんですけども、ちょっといろいろ作業やってたらですね、お昼作る時間がどんどんずれてっちゃってですね、で、ファームヤードのお店に着いた時もいつも並んだりしてるんですよ。そこの店人気でですね、平日でも結構並んで入ることが多いんですけども、今日はちょっと遅めの時間に行ったのもあってですね、すんなり入ることができて、で美味しくいただけてよかったです。やっぱり美味しかった。なんかスープカレーも食べたことあるんですよね。でもじゃがいも、そこの農家さんがやってるお店なので、じゃがいもを使った農園アルカルトっていうのがですね、あれ私2回目か3回目なんですよね、食べるの。すごい美味しくってですね、また頼んじゃいました。で、他にもすごい気になる、体に良さそうな、本当にそこの農家さんで採れたお野菜いっぱい使ってるようなですね、ご飯もありますし、デザートとかもいっぱいあるんですよね。なのでまだまだ近いうちいっちゃいそうですけどね、でも今日行ったのが1年ぶりくらいに行ったんですよ。だから楽しかったです。美味しかったですしね。で、気分転換もなって、まあお昼からまたですね、作業いろいろやってたんですけれども、集中することができました。そう、それで膝小僧なんですけども、だいぶいいです。もう普通に歩けますし、引きずることもないし、たまになんか角度で、なんか違和感って思うんですけども、あいててててっていうのがほとんどなくなったので、よかった。もうすごい一安心です。で、やっぱ見た目も昨日とついまで腫れてたんですけど、腫れも引きましたね。なので、まああと今日は何も運動しなかったんですけども、明日くらいから普通にできるんじゃないかなって思います。でもちょっとスクワットまだやってみてたんですけど、なんかちょっと怖いから、そこは様子見ながらですね、運動していこうかなって思います。で、今日も運動しようかなと思ったんですけども、まあなんかいろいろやっててですね、結局なんかできなくなっちゃいましたね。なのでちょっと今日はタクトレも何もかもお休みでになっちゃったんですけれども、明日からまた足の調子も良くなったんで頑張りたいと思います。そう、それとですね、まあなんか毎日動画私上げてるので知ってくれてる方も多いと思うんですけども、水道水をですね、毎日2リットル飲んでしまったがために顔がボロボロになりましたが、復活しましたね。目の腫れもなくなりましたし、まあもともと目そんな大きくないんでですね、いつも腫れてるみたいな目してるんですけどでも、もうなんかこう赤みもだいぶ、これもまあこの赤いのは健康な赤いやつなんですけど、変な赤みとかもなくなりましたし、まあ私47歳なので小じわはあるんですが、こう乾燥してアトピーみたいな感じの、ちょっと不健康な感じのカサカサのシワシワっていうのがなくなって元の肌にやっと戻りました。それでもミネラルウォーターに戻してから3日目か4日目、それくらいで良くなりましたね。よかった。もうちょっと時間かかるかなと思ったんですけど、で、昨日は昨日でですね、良くなる前だったからかもしれないんですけど、ボロッボロッ皮がむけてですね、落ちました。もうバラバラ、なんかもう脱皮みたいな感じでボロボロって、なんかおでことかもなんかペロ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 なんかむけてですね、全部ベロってむけた感じです。でももうこれもう完全にお水しか今変えてないので、水道水から、まあ、水道水を長く飲んじゃってからミネラルウォーターに変えた途端に肌が良くなってる感じがするので、もう完全に私の体質の問題なんですけどね、水道水が悪いわけじゃないんですよ。普通に水道水でちゃんといろいろ洗ったりとかしてますしね、お野菜とか洗ったりもしてますから、水道水が悪いというよりは私の体質が塩素をいっぱい取り込んじゃうとお肌にボロって出るっていう体質だったんだと思うんですよね、なのででも良かったです、治って安心しました。でもこれで一つ勉強になりましたね。たくさんお水を飲むようにするんだったら、体質にもよるんですけれども、やっぱりミネラルウォーターだとか、
そういった塩素入ってないものを取り入れた方がいいんじゃないかなって思いました。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。でも明日からまたちょっと頑張ろうかな。ご飯も今日ちょっと外で食べちゃったり、夜は昼食べようと思ってたもの食べちゃったんで、脂質が結構いつもよりも取ってる感じがするので、また明日から頑張ろうと思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。またね。